どうもルックンです。2023年3月22日水曜日、時間午後3時過ぎです。川端通りにあります、桜のところにやってきました。場所はですね、五条橋、下がったところです。なぜかですね、なぜかよくわからないけども、五条橋と七条大橋の間だけ満開になってます。あとずっと見に行ってきたんですが、五条大橋より北はほぼ咲いてない状況です。なぜか五条大橋と七条大橋の間だけ桜満開になってます。まあ、土の関係なのか、植えられた時期がそういう風になってるのかよくわからないんですが、あとは品種ですかね、よくわからないんですが、七条橋と五条橋の間だけがなぜか満開になってます。七条橋より以南は南下流ですね、はほとんど街路樹ないです。まあ、その関係で、まあ、多分ちょっとよくわからないんですが、五条橋と七条橋の間だけ桜咲いています。こちらは川端通りと、歩道があるんですが、元京阪電車走ってました。大阪と京都を結ぶ、以前は、三条京阪、大阪北浜から三条京阪までの電車、今は出町柳から大阪、ちょっと どこまで結んでいるかよくわからないですけど、ちょっと伸びているような感じですね。もっと走ってました。それを、車道4車線と歩道に、広い目の歩道に付け替えたといった感じですね。いや、素晴らしいです。それ雪柳の城が映えます。街路樹としてはなかなかですね、この桜は街路樹としてなかなか難しいところなんですが、こちらの川端通りはですね、たまたま右手が、車道にはなってるんですが、歩道が広いということと、それから左手、西側は鴨川がずっと広がっているということで、横に伸び放題、伸びても大丈夫なような感じになってます。昨日ですね、伏見の油の工事にあります街路樹陽光見に行ってきたんですが、陽光の場合は陽光、太陽のように光なんですが、陽光の場合は品種改良されまして、そんなに横に伸びない、比較的こう斜め上に枝を伸ばすようなそういうタイプで、それと樹高が大体4、5メートルぐらい、それ以上は高くならないといった、そういう感じになってます。だから狭い歩道に非常にこう植樹しやすいという、街路樹にしやすいという、そういったものになってます。こちらの川端通りの歩道の桜はですね、比較的こうもう伸び放題、横にも上にも伸び放題といった感じで、邪魔するものは他にございませんので、伸び放題になってます。素晴らしいです。なぜかこの川端通り陽区に、五条通り陽区が全然咲いてないというのはよくわからないんですが、こちらの桜の品種ちょっとまた違うみたいで、これ純白ですね。純白の桜がですね、青空にすごく映えてます。綺麗です。めちゃくちゃ青空に映えてます。今日はほぼほぼですね、多分24、5はあったかと思う、最高気温24、5はあったかと思うんですが、風があまりこうなくて非常にこう過ごしやすい、暑いことは暑いんですが、非常にこう過ごしやすい状況になってます。いや、それにしても素晴らしいですね。川端通りを通ってよかったって、そういった感じになってます。こちらの桜も同じ品種ですね、純白ですね。青空
空に生えてます。それでなぜかまだこう咲いてない桜も一部あるんですが、それがまあ不思議な状況になってますね。不思議な感じです。まだこちらの桜はまだつぼみ多いです。どういった違いがあるのかっていうのはよくわからないんですが不思議です。それとやっぱりこう桜を愛でるタイミングというのが非常にこう難しいですよね。一気にまあ同じように咲いてくれればいいんですが、まあ、品種とかその植わってる条件によっていろいろ変わってきたりします。こちらですね、川端通りのずっと桜見てきました。いやーすごいですね。まあ、自転車こちらに置いてたんですけども、無事にまだ止まってます。まあ、こちらの桜がですね、もう五条大橋なんですけども、もうこちらの桜が最後ですね。あとこちらよりも上流へ行きますとまだ全然咲いてないです。なぜこれだけ状況が違うのかっていうのはよくわからないんですが、非常にこう不思議な桜の咲き方をしてます。いやーそれにしてもたまたまのいいタイミングで来てよかったですね。五条橋は現在国道1号線になってるんですが、交通量多いところなんですけども、五条大橋よりも北はなぜか気温が低いのかよくわからないんですが、まだ全然咲いてない状況です。こちらの桜もですね、しだれ桜なんですが、まだつぼみが多いですね。はい、以上七条橋から五条橋の川端通り沿いの桜でした。